皆さん、こんにちは。前回までに、平方多角測量と直接水準測量により、新しい基準点の座標値と標高値を確定しましたので、最終的に200分の1から500分の1の縮尺の地形図を作成することを想定しながら、基準点周辺の地物の座標値と標高値を測る、細部測量の段階に進みます。そこで今回は、トータルステーションを用いて行う、細部測量の原理や手順の基本について紹介します。まずは、座標値の求め方について説明します。例えば、座標値が XN、YN の基準点から、その近くにある樹木の位置を測る場合、基準点上にトータルステーションを設置し、樹木までの距離と、方向角度を測定します。それらの値を使い、基準点と樹木の間の位距 ΔX1 と、径距 ΔY1 は、それぞれ、距離×コサイン方向角、距離×サイン方向角の計算式で求まりますので、この ΔX1 と ΔY1 の値を基準点の座標値 XN、YN に加えて樹木の位置を XN たす ΔX1、YN たす ΔY1 と表すことができます。ところで、この方向角を知るためにはそもそも方眼北がどちらなのかを先に知っておく必要があります。が、その代わりとしてここでは両隣の基準点のうちどちらかを示準し、その方向で水平角の目盛りを0にセットしてから樹木までの水平角を測ります。そして、その水平角と、隣の基準点を見た時の方向角とを足し合わせると、樹木の方向角が求まります。なお、隣の基準点の方向角は、2つの基準点の座標値から計算します。その計算方法については、次回動画にて紹介する予定です。次に、標高の求め方について説明します。画面は、基準点と、標高値を求めた位置点を横から見た様子です。基準点の標高は、すでにわかっていますから、求点標高は、基準点標高に両点間の高低差分を加えることで求まります。よって、この高低差を求めることが、観測作用の直接的な目的となります。まずは、基準点の上にトータルステーションを設置したら、基準点から望遠鏡までの高さを測ります。この高さのことを機械光と呼びます。トータルステーションに機械光を測る機能がない場合は、コンベックスなどを使って測りましょう。続いて、求点にピンポールプリズムを垂直に立て、トータルステーションでプリズムを示準します。そして、レーザーにより測距すると、プリズムまでの水平距離とともに遠極距離が得られますので、それらを記録します。この遠極距離と、ピンポールへのプリズム取り付け位置の高さであるプリズム高度を、機械光から差し引くと、高低差が求まります。観測作業時には、これまでに説明した座標値を求めるための計測と、標高を求めるための計測とを、一連の動作として行います。では続いて、細部測量の作業全体の流れを概説しておきます。例えば、点 A にトータルステーションを設置する場合、点 J または点 B を基準方向として選択することができますが、今回は、点 B を基準方向、つまり高視点として、水平角の目盛りを0にセットします。そして、そこから右回りに、ぐるっと一周、水彩線や樹木など、様々な地物までの水平角や距離を計測していきます。このような方法を放射法と呼びます。この測量をする際、隣の基準点からの方が測りやすい地物はそちらに譲れば良いですが、逆に、隣の点からは示準しにくそうな地物があれば、少し遠くても観測しておきましょう。また、いくつかの地物については、隣の点からも重複して観測しておくと、誤差を確認できます。なお、慣れないうちは、水彩線や樹木、道路の縁線など、地物の種類別にまとめて観測すると良いでしょう。続いて、観測主簿の記入要領や、観測の具体的な要領などについて紹介します。今回は、このような主簿を用意しました。これらが、現地で計測して記録すべき項目です。野鳥を使う場合にも、これらを漏らさず記録しましょう。まず、点 A にトータルステーションを設置する場合は、観測点欄に A を記入します。トータルステーションの正準・求心を終えたら、機械光を測って、機械光欄に記入します。続いて、点 B を示準して、水平角の角度メモリを0にセットします。なお、ここでは、水平距離や遠極距離を測る必要はありません。では、池の水彩線の位置を測ってみます。機械光は、もし、途中で正準し直すことがあれば、測り直しましょう。また、ここでプリズム光を測って、プリズム光欄に記入しておきます。これも、途中で変更した場合は、必ず測り直します。求点にピンポールを立て、それを示準します。求点に番号をつけて、測点欄に記入します。ここでは、ボンドの頭文字の P をつけてナンバリングしています。後のデータ運用に都合が良いように、それぞれで工夫してください。その上で、
水平角の角度を読み取り、水平角欄に記入します。また、レーザー測距により、水平距離と遠距距離を測り、値をそれぞれ水平距離欄と遠距距離欄に記入します。備考欄には、観測した対象などの情報を、必要に応じてメモしておきます。標高は、得たデータから計算して記入します。この計算作業は、観測終了後でも可能ですが、すぐに計算して、結果に大きな矛盾がないことを、つまり、観測手順に誤りがないことを、確認しておくよう、お勧めします。この場合は、点 A の標高が12メートルですから、P1 の標高値は、11.332 とわかります。以降、同様に観測作業を進めます。なお、9点の間隔は、直線的な区間ではまばらに、曲線部分では密にします。こんな具合に、どんどん測っていきます。道路の縁線の場合も、同じような要領で測ります。また、樹木の場合、球点は幹の中心に当たりますが、そこにプリズムを置くことはできないため、ピンポールプリズムは幹の手前に立てて、測距します。ピンポールプリズムを立てた側点と、幹の中心の球点との間の距離は、コンベックスなどを使って測り、主語の備考欄に記録しておきます。多角測量などの時と比べると、距離の測り方が随分大雑把に思えるでしょうけれど、そもそも幹の断面は深淵ではないため、中心を捉えるのが困難ですし、数百分の1の縮尺の地図に記載することを考えれば、これで十分です。他に、建物などのように直線で囲まれた器物については、角の位置を測定します。ただし、直線部分が長い場合は、確認のために中間付近も測定しましょう。また、これまで紹介してきたような器物がない場所についても、何点か観測しておきましょう。等高線を描くために必要です。なお、等高線描画のための測定方法の詳細については、いずれ別の動画にて紹介する予定です。細部測量の原理や手順についての紹介は、以上です。水平角と水平距離のデータから座標値を計算する方法については、ファイル317にて紹介します。それでは、また次の動画でお会いしましょう。